こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日はこのスタイルということは根掘り葉掘りということでやっていきたいと思いますが、まだ新製品が出るというところで、はい、この根掘り葉掘りというコンテンツは、メーカーさんがおっしゃっている以上に、はい、斉藤さんがこれあれこれ聞きたいなということを根掘り葉掘りさせていただいて、商品の魅力をさらにお伝えしようというコンテンツでございます。はい、好評いただいてました。ラケット久しぶりじゃないですか。そうですね、最近シューズが結構多かったかな。そうですね、年明けも初めてなんじゃないかなぐらいの、はい、なんかイメージですかね。イメージとしては、はい、じゃあ気合い入れていきたいと思いますけれども、はい、今日は何でしょうか。はい、はい、こちらのヘッドのグラビティですね。はいはい、ついに来ました、はい、ヘッドの G ということで、はい、全てが揃ったというところですね。はい、で、ヘッドのグラビティと言いますと、はい、やはり根掘り葉掘りする方は、そうですよ、これで違う方が出てきて面白いですよ。そうですね、はいはい、ではなくて、はい、はい、じゃあご紹介をお願いします。はい、ではヘッドの小林さんにお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ヘッドジャパンの小林です。毎度ながら、はい、お呼びいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。こちらあのお越しいただきましてありがとうございます。いえいえいえ、もう根掘り葉掘り最多出場と言ってもいいかなというところですけれども、はい、早速こちらの、はい、グラビティに関して根掘り葉掘りやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。基本ベースとなるカラーってラケットごとにあるの。対象プレイヤーって1万円違ってくるとグラビティを使い出す人って、はい、他社のこんなの使ってる人はいい。ではやっていきたいと思いますが、まず最初にこちら恒例のということで、はい、もう皆さんも ね、ご説明する必要もないかと思いますけれども、はい、失礼な質問があった場合に、はい、ごめんねということでパスを、はい、これ2回までお使いいただけるということで、はい、そろそろ書いてあることが変わってるかと。まだ一緒ですね。そうですね、まだ生きてるということでやっていきたいと思いますが、はい、はいはい、もう一度商品名お願いします。はい、ヘッドのグラビティですね。グラビティ、はい、シリーズとしてはまあ6機種ありますけど、はい、はいはい、これをネオリハをしていこうと。6機種ありますからね。ね、はいはい、ではまず最初は恒例のということで、はい、小林さんにこのグラビティの、紹介を、はいはい、こちらのカメラに向かって20秒でお願いしたいんですが、今日は私が、はい、やっていきたいと思います。20秒やっていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はいはい、ではお願いします。はい、ヘッドの、まあ、グラビティ2023と、4月13日発売になります。今のテニスをでそこにどういうプラスアルファ軌道でありパワーでありを、ね、改めてこう加えてくれる本当に面白い今の、テニスを具現化するラケットです。ぜひ、ね、期待してください。あ、ぴったしでございまして、はいはいはい、いつもと音も違うんであれですけどね。はい、ということで、はいはい、ご紹介いただきましたけれども、はい、グラビティ、はいはい、シリーズが新しくなって、そうです、ね、一番最後ってことですね。プレステージから始まって、ね、あのオーセチックの搭載に通して、はい、プレステージっていつでした。プレステージが一昨年の21年の11月ですね。はいはい、21年の11月、はいはい、その時もいろいろ根掘り葉掘りとか歴史とかやっていただいて、はい、21年ですから22、23、2年ちょっとで、ね、そう、だからその後にブーンが出て、はい、スピードが出 て、はい、が出てエクストリームが出 て、 が出て、ラジカルが出てグラビティというついに、はい、リニューアルがコンプリートと、はい、そうですね、シリーズ全てがオーセチックを搭載して、はい、はい、分かりました。じゃあその辺ね、これ、はい、していきましょうか。はい、まあ、まず変わったところですね。そうですね、はい、やっぱり前作は、はい、前回はね、あの、うん、色が変わっただけですと、そうでしたね、まるまるな話で、はい、1代目が出て、はい、2代目が、うん、はい、デザインだけ、はい、次のカラーチェンジ、はい、そうですね、2代目これが、はい、2代目これ、はいはいはい、でこれが3代目だけれども、はい、中身としては2代目、はい、合ってますか。まあ、そのテクノロジー機能という意味ではね、はいはい、まあ、一応こうね、歴代の中でいくと、はい、まあ、3作目というのがね、はい、はい、ね、になりますけれども、まあ比較というかね、あの基本的なモールドっていうか、ラケット自体のいわゆるコンセプト考え方っていうのは、あのこれはね、他のシリーズでも、まあ、いろんな意味で共通してくるんですけれど、まあ、このグラビティっていうシリーズがやろうとしていることっていうところの、ね、基本の変更はないですから、今回もモールド上の変更、ね、金型上の変更はないです。まあ、やっぱりあのそこはね、これは前回の時にもやっぱりお話をしてるんですけれども、まあ、あのヘッドのシリーズの中ではね、ブーンのもう一つ前だけれども、まあ、最新版の考え方をかなりいろいろと詰め込んでいるラケット、
ではあるんですね。そういうことですね。要は新作としては、はい、ブーンが一番若い、はい、若い、発売してから年代もそうそう若い、だからシリーズとしての、まあ、全くのニューがね、はい、ブーンですけども、その前に完全にニュー2019年に出てるのがグラビティで、まだまだあの歴史としては若い、全然浅いし若いし、うん、ただ逆に、そういう時期の、そういうね新しい部分に対して開発ゼロからスタートしているラケットのシリーズになるので、まあ、あの当然そこはねぶれてないというところもあって、ね、モールド上の変更は、まあ、よく言うようにねラケットの大きな変更ってやっぱりモールドにね、うん、そのテクノロジーで何かの素材がどうのではやっぱりないんでね、うん、その部分っていうのがまずは入ってます。あの維持されながらも、まあ、ヘッドとしてもちろんそのグラフィンインサイドと言っていますけれども、グラフィン360プラスの形の、搭載に、まあ、いつものオーセチックの搭載ということで、まあ、前作に比べるとまずはそのオーセチック、ね、あのトータルで言っている、まあ、フィーリングの部分であり、そしてヨーク部分の安定感ですね、面の挙動、ストリングス面の挙動の、まあ、安定化というか一定化というかね、そういう意味でのスイートエリアの、まあ、拡大、感覚的なものも含めた拡大であって、ブレの方向性の安定による、まあ、それが結果として微妙かもしれないけれども、やっぱりパワーにもねつながってくるしという、でこれが格段に変えますよではないんですけれども、確実に階段をこう一段ずつね、上げている中で、より、まあ、フィーリング的なのは2段3段上がっているのかなというところがね、うん、このグラビティの大きな変化だとは思います。まあ、そのオーセチック自体がすごくこう浸透していっているというか、はい、プレステージから始まる、はい、前回のラジカルもそうですよね、はい、あのラジカルも変えたのはそこだけというところで、はい、それによって、ね、ウィンザーでもランキングが入ってくる、入ってくるんです、ということはこうだいぶその、恩恵を皆様がどういうものか分かってきて、はい、でそこだけが変わった部分っていうだけではなくて、そこが変わったからこそ、うんうん、そうです、購入なさってるっていうことなのかなっていう気がちょっとしますよね、うん、ちょっとそれはやっと感じます、ね、うん、そうですね、シダの場でも正直それは感じ、我々も感じるところですね、うん、逆に言うとグラビティもそうなんですけど、ラジカルもそうですけど、オーセチック以外も変わってたら、うん、あれってもしかし逆に思うぐらいこの効果が感じ取られてて、うん、でそれだけが変わったから逆に安心なのかもしれないなっていうのはあります、ね、そうですね、だから、まあね、前作からの持ち替えでもその極端な違和感はないし、うん、そこになんかちょっとプラスアルファを感じてもらったり、うん、まあ、いい意味で優しさを感じてもらえたら、うん、で我々の意図するところで、ね、本当にそのまま感じてもらえてるっていう感じのことかなと思いますね、うん、そうですね、なんか見てる感じとしてはお店では、うん、こう発売日にすごく予約が入ってて大量に売れてるっていう感じじゃなくて、じわじわ来てますよね。そうですよね、だからその前回ご紹介したラジカルもそうですよね、発売月というよりは発売されたその後にランキングに入ってくるっていうのは、やっぱり皆さんこうなんつうかね、こうなんか僕勝手なあれですけど、ヘッドのお客さんってそんな慌てないというか、なんて言うんだろうな、もうちょっと慌ててほしいですよなんかこう、あの、まあ、言葉は悪いですけど、流行りもにこう食いつくだけじゃない方がなんか多い気がするんですよ。去年の年間ランキングもやっぱりスピードもうじわじわ毎月トップ10にやっぱり入ってて、あの後半伸びてきたって感じもあったんで、これね、他メーカーからすると嫌なんですよ。そうですね、あの新しいものにこうパクって食いついていただく方が、あの早く失速するっていうんですかね、だからまあ、売り上げって皆さんが見たらボーンって売り上げが上がりますよね、絶対こう落ちるじゃないですか、はい、これがヘッドさんの最初はあんまり高くない角度かも、打ち出し角度ね、うん、高くないかもしれないけれどもただずっと飛んでいってる気がするんですよ、落ちてこないみたいな、ね、そう、はい、理想的なね、はい、私のね、まあ、まあ前職もありますけど、まあまあまあ、もうこんな感じのことがあると大変なんですよ ね、 そうですね、メーカーとしても、うん、でも本当に安定してるイメージはありますね、いや本当ね、まあ、それはねやっぱりこう試打する場っていうのをね、うん、待って、うん、実際試打して納得してねご購入いただいてるのかなっていうようなのもね、うんうん、まあ、本当に、まあ、このグラビティに限らず、うん、ほぼ全部のシリーズでね、明らかに見える傾向なんで、うん、そうですね、
いやだから僕はもう早くこれを全モデルここ並べてここだけ映したかったんですよね言ってましたね、はいまあ、それはね今度はあの、ヘッドアカデミアなるイベントをやりますので、ね、はい、そちらで全モデル他のモデルも一緒にご紹介したいと思うんですけど、はい、まあ、今日はグラビティというところで、はいはい、どの辺掘っていきましょうかね。僕ね気になること、まあ、今回このデザインだったんですけど、うん、ヘッドのラケットっていうと、はい、基本ベースとなるカラーってラケットごとにあると思うんですよね、はいはい、プレステージだと赤とか、はい、ラジカルだとオレンジ、はい、グラビティって何なの？全部言えます、全部言えます、うん、プレステージが赤、はいはい、ラジカルが、まあ、オレンジ、はい、でエクストリームは、まあ、黄色、はい、スピードが、まあ、白、白、はい、でブーンが今あのエメラルドグリーンのカラーで、ね、はいはいはい、でそれに続いてじゃあグラビティって何の色は何なんだと、はいはい、っていう感じです。なんとなくそのコンセプトで今まで何のラケットを使ってますかラケット名分からなくても、うん、色聞くとお客さんがねこっちでも、はい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 、あのラケットですねって絶対分かるからがあったんですけど、うんうんうん、グラビティ今回また変わったんで、そうですよね、うん、まあ、いわゆる、ね、メーカー的にはこうビジュアルアイデンティティなんて言い方をしますけれども、うんうんうん、そこっていうのはもうかなりずっと前からねテーマになってるんですが、確かにおっしゃる通りグラビティのカラーデザインコンセプトっていうのは表裏が違うということですね、うんうんうん、簡単に言ってしまう。なるほどなるほど、はい、で今回は前回前々回、まあね、初代2代目っていうところは、うん、はい、明らかにその色自体がね、はい、表面と裏面が違うよというね、うん、のせ方をしてたんですが、うん、今回は乗ってる部分が違うよと、うん、ここでです、はい、うん、シャフト側と、ね、フェイス側とっていうところにちょうど切り替えになっているというのと、うん、まあ微妙ですけどね、最近まあ、そうそうそう、皆さんが見たらこう、フェイス側に乗って、あ、そうですね、これですね、はい、そうですね、はい、はい、ね、まあここがね微妙なこだわりで別に本社の開発陣が言ってたわけじゃないんで私の勝手な想像ですけれども、やっぱりその2色っていうところにね、まあ正直最近の、まあ、ちょっとトレンドっぽい部分でこういうメタリック系のね、うん、カラーリングっていうのはいくつかありますけれども、うん、まあ、今日もちょっと売り場見てたら改めてちょっと多い、あ、結構多いなって思ったりはしたんですが、うん、はい、ヘッドとしては、このグラビティにねこの見る角度によってちょっとこう 3D チックにカラーがこう変わりますよっていうのを使うことによって、うん、まあ、2色といえば2色なのかなというようなね、そこへのこだわりというか最近多いんですよこのね、はい、うん、色が見た目で少し変わるっていうので、はいはいはい、前回のグラビティの時も、うん、ズベリフがやっぱこのデザイン気に入ってっていうお話をされてて、ね、うん、今回なんだろうなってすごく気になって、うん、例えばズベリフがねチッチパスのラケット見ていいと思ってこのカラーにしたのかなとかいろいろ考えながら、うん、W さんのラケットもカラーシフトという形で、うん、プリンスさんもそうですね、そうやってますね、はいはいはい、多いんで、ただチッチパスの見ていいなっては多分言ってないと思います。そんな仲いいわけではないと思うんですね。はいはい、でもやっぱりかっこいいのはもう間違いないですから、ね、うん、まあ本当ね、デザイナーがこれ前も言ったかな、本当に我々から見るとすごくいい意味で遊んでくれてる、うんうん、本当いろんなトライをしてくれてる。だからデザインコンセプト自体はすごくシンプルになってるんですよ、うんうん、だけどそのシンプルな中のその組み合わせ方もそうだし使う差し色もそうだし、うん、もう一つはそのコンビネーション、これ黒じゃないんです、うんうん、シャフトの部分、ね、非常にこう濃い暗い感じだけどもネイビー、ね、青みがちょっとかかっている、うん、それとこれを組み合わせるというようなところ、本当にデザイナーの部分とこれについてはねここまで、まあ、既にご覧いただいた方グラビティはこれ想像してなかったんですけど女性がかっこいい、うんうん、もちろん男性も、うん、本当にかっこいいっていう言葉は、うん、他のラケットよりも圧倒的に出てくるかなという、うん、今回かっこいいって言われることがすごく多いです、はい、前作の、まあ、このデザインの時は、はい、比較的ちょっとかわいいって言われる意見も多くて、なるほどですね、で女性を結構引きつけた感じがあるんですけど、うん、今回も男性女性含めて、うん、かっこいいってことをよく聞くんで、うん、そう言っていただけるのはね、うん、嬉しい限りですよ。そうですね、こういうなんていうんですかね、角度によって見え方が変わるっていうのは今いろんな、こうなんていうんですかね、ファッションもそうですし、うんうん、ちょっとネイビーブラックネイビーみたいなとか、うんうん、はい、まあ、車なんかも最近そういうの多いですよ、ね、はい、夜見ると 黒なんだけど、日の光の中で見るとちょっとネイビーかなっていう、うんうん、そのなんていうんですかね、表情を持っているデザインというのはやっぱりいろんな工業製品で今流行ってるんだと思うんですよね。ありますね。それをやはり取り入れられてるっていうところがこのこうすることでの
まあ、かっこよさという部分もあれば綺麗さっておっしゃる方もおられるだろうしという表現になるのかな、はい、私でもこの色好きですけどね。そうですね、はい、これは我々も本当初めて見た時、うん、おおかっこいいっていうね、うん、思わず反応した。これ黒に乗ってたら違う気がするんですよね。違うでしょ、やっぱりネイビー乗ってるからっていうところ、ここがもっとくっきり出ちゃうと、うん、いい意味でのこのちょっと淡い感というかぼやけた感が出てこなくなっちゃうんだろうなっていうふうにはね、グラデじゃないんですけどこうつなぎ目がパッキリしちゃうんでしょうね、黒になっちゃうとね、うん、だと思いますね、はい、まあ、デザイン的にはそういうところ、はい、はい、そうですね、はい、さあ行きますか、はい、どうぞ、はい、いどうぞどうぞ、はい、はい、私も聞きたいことはあってあって、ありますね、あります、はい、はい、お客様にもやっぱりよく聞かれるんですけど、はい、これ対象プレイヤーって、うん、正直どこなんだろうっていうのがね思っちゃうんですよ。あの重さがちょっと重たい、なんか特にこの2つに限っていく、はい、まずツアーとプロ、はい、でやっぱりラケットの重さって 305g とか重さがある中で 18-20 で、そうですね、なかなか今 18-20 ってやっぱり売れない時代になっちゃってるんですよね。そうですね、トレーニングパターンとしてもそうだし、うん、でしかもその重さがある中での100っていうところもやっぱりみんな97-90、これは100反対派だと思うんで、いや反対じゃないですよ反対じゃないですよ、最近98が好きだなっていうだけ で、ね、反対ではない、はい、なかなかあのお客様のニーズとしてもちょっと小さい方とか16、19がいいって言われる中で、この特に2機種、まあ、20ミリ、22ミリのこのラケットと18、20の対象プレイヤーおすすめってどんな方なのかなと、はい、あのまあ、ちょっと言い換えてしまうとそういう部分があるから6種類あるという、ね、ことにはなるんですよ。で、言う通り確かにその重さでくくれば300オーバーというところ、まあ、当然スイングをするための、まあ、フィジカル的なもの、スイングスピード、そしてその軌道、ね、スイング軌道を安定させる力みたいなところでいくとそれが必要にはなってくるけれども、まあ、18-20 っていうところ、これはやっぱりそれだけのスイングをする人にとって何にしたいってコントロールしたいわけですよ。で、まあ、スペックからしてもその厚みからしても、もともと鼻からラケットガンがボーンとボールを吹っ飛ばしてくれるラケットじゃないですよと、うん、逆にラケットとどれぐらいねストリングスメントボールがくっついてますかみたいなところが重要になってくるラケットというところでいった時に、ヘッドとしてはその重量に対しては目を詰めることによって、うん、逆にフェイス面いわゆるストリングスベッドというかストリングス面の挙動暴れっていうのを抑え込んでます。ここが暴れてしまうとバーンといって当然多少のオフセンターまで行った時に、飛ばすボールの方向性っていうものが暴れるんだったら抑えてあげようと、うん、ただ100あるんですよ。でこれってグラビティの特徴である形状として上に開いてるっていうものがあるんで、はい、18-20本当にこれはね打ってみていただくと皆さんがイメージされる18-20ではないですよって言っていいかなと、はい、ただスイング力は欲しい、うん、で厚い分厚いあたりがやっぱり欲しい人、まあ、もちろん回転でもいいんだけれど回転をかける中でも厚いあたりでの回転系っていうことを求める方にとっては、うん、あの非常にいいんじゃないかな。なるほどですね。まあ、だから、300g 超えるプロとツアーに関しては16、18、20、そうですね、はいはい、それ以外が16、20、はい、なので横糸が多い、はい、まあ、これちょっと形状のこともあるとは思うんですけど、そうですね、はい、あのやっぱりちょっとあの広いているっていうことをおっしゃっているので、はい、やっぱり横糸は ある程度挙動を安定させなきゃいけないのかなっていうところがあるのかなとは思いますね、はい、やっぱりそういう意味ではヘドさんのラインナップから見ても片目パッと開けるとプレステージの次にありますもんね。そうですね。やっぱりある程度触れる方っていうのが、はい、対象であり、ただかといってじゃあ女性が使えないかっていうことは MP だったりもう少し軽いものであればいいというところになるのかなっていう気がしますね。そうですね、まあ、ウェイトの部分もそうだしやっぱりそのストリックスが開くことによって当然その単純にボールの飛びというのは少し上がってくる、うん、でだんだんその軽量化されるに従って、まあ、厚みがねこう増すようなスペックのラインナップにもなっていたりするというところです、うん、ただやっぱりこうボールの軌道の、ね飛んでいく軌道っていうのは荒くなればやっぱりちょっと上に上がってくるっていうのはね、現実あるんで、ね、もう本当にそこはお好みにもなってくると思いますよ。多分横糸が長い分後出し角度も上がってくるのかなという気がちょっとするので、はい、ラケットとしてはそういう作りになります、はい、次にもう一個聞いておいていいですか、はい、
でやっぱりね、女性の方が結構興味持たれる方多いんですよ、うん、まあ、前作の方がそうなんですけど、うんうんうん、やっぱりこう軽めのところで、まあ、チーム L っていうのは、うん、まあ、270g 台まで出てるんで、うん、はい、あのここもちょっとどうしようかなって言われる方が結構いる、うん、はい、でも1万円ぐらい違うんですよ値段のこと、値段のこと、いや、ね、いいじゃないですか、値段も聞かれちゃいます、ね、安い、安い、安いです。おせちくん本当に入ってるんですかこの1万円、はい、2,3,000円の差だとやっぱり、うん、まあ、ちょっとねプラモデルなんでとかってお話もするんですけど、1万円違ってくると大丈夫なのって心配する方もいる、うん、僕じゃないですよ、うんうん、お客様が心配しちゃうんで、はい、ね、これ例えばおせちくんここしか入ってないですよとかそんなこともないのかな、なるほどなるほど、量が違うじゃねえかと心配になっちゃうじゃないですか、1万円違う、なんで安いの、ね、まあまあまあ、まあ、はい、そうかもしれない、ね、まあさすが根掘り葉掘りですねはい、結構そういうところはね一般的にあまり疲れてこないんですが、うん、まあ、明確にお答えしましょう、はい、ここはね、ラケットのシリーズとしてはもちろんそのスペック上のラインナップとしては、全く同じ形で作ってますね、うん、当然その軽くなれば素材が、ね、うん、どういうふうに使われるのとかっていうそういう変化は当たり前にあるんですけれども、うんうん、決してその価格を安くするために、何かの量を減らしてるとかそういうことでは一切ないです、うん、これはですね実はこの日本、まあ、ジャパンでのまあ、制作というか意図するところで、うん、やっぱり例えばこのラケットって先ほど言ったように今の、ね、テニスとしてどんどん振ってほしい、うん、で振った中でもボールを入れる、そういうテニスを、ね、しながらステップアップをしていってほしいという、例えばジュニアで27インチに上がる、ね、子どもたちであったり、ね、逆にちょっと反対に、まあ、正直体力的には下降線に入ってしまったんですけれども、ね、こういうフィーリングが好きなんだよと、ただちょっと枯れさが欲しいねと、まあ、いわゆる競技的な一歩前の段階かもしれないですね、そういう方たちにとってぜひ使ってほしいけれども、じゃあジュニアラケットの例えば26インチのフルカーボンがまあ1万円ちょっとぐらいっていうのがね今の相場だと思うんですが、急に普通の買おうと思ったら3万円って言われるのはあるんで、あえてね、こういう価格でまずはね、使ってもらえるようなところを、まあ、我々としても希望して、ね、設定しているということなので、本当にオーセチックもしっかり使ってますし、物の作り方としては実際にモールドってその金型はチームと一緒です、まあ、それの軽量版なんで本当にそういうものだと思ってください、まあ、これはね誤解されると困るんで一部で取っておいてもらえればいいんですが、この辺道場さんもよく知ってるはずです、基本的にラケットって軽量系の方が実は使ってる素材ってすごく精度が高いもの、いいものを使ってたりするケースは多いんです、コストで言ったら実は高いケースが多いです、これがそうだよということではないんですが、そういったところっていうのはね安心していただければと思います、はい、そうですね、だからなんだろうな、重さでイコール値段と思わないでいただいた方がっていうのはすごくあって、なぜかというと、例えばアスラケ、大きいラケットあるじゃないですか、うん、軽いじゃないですか、はい、高いじゃないですか、はい、やっぱり軽くするっていうことは大変なんでしょうね、作る手側としてみたら、だからやっぱり手がかかるけれども、ただでもそれを扱っておられる、それがアスラケだといいんですけど、こういうラケットの軽いものっていうと対象ユーザーがやっぱりちょっとなんていうんですかね、ジュニアだったり、はい、っていうことを考えるとメーカー努力で下げないとっていうところだと思うんですよ、ね、うーん、だからなんていうんですかね、なんでしょうね、じゃあじゃあジュース買いましょうと、はい、でまあオレンジ 100% のやつと果汁 10% ってあるじゃないですか、はいはい、これによって値段変わるようなそういう製品群とはちょっと違うっていうことです、そういうことですね、はい、はい、それを100% のオレンジジュースを安く売ってるってことですよ、頑張って、ね、頑張ってってことですね、はいはい、そうそうそう、はい、これを9800円で売ってたとしたら何かやってるかもしれません、そこは本当にだまあ正直数的にもそれほどね多い数量を我々も追いかけることではなく、うん、まあ、やっぱりねミッドプラス MP あたりというのがね中心になってはくるんですけれども、うん、そうですね、はい、やっぱり売れてるのはもう MP が、うん、やっぱり一番ダントツ売れてると思うんですけど、はい、実際どうなんでしょう、順番的に、まあ、これ今5、6機種あるんですけど、はい、MP の次に売れてる順番とかって
それは斉藤さん、まあ、いわゆるウィンザーでは MP が一番売れている、うん、MP が、まあ、前期ちょっと取り扱ってないっていうのがあるんですけど、まあ、MP がやっぱり一番売れてるかなと、うん、で次、まあ、今まであった S っていうスペックです、うん、はい、今でいうチームチームですね、はい、今でいうチームが売れてますね、はい、うん、でその次に、まあ、そう、まあプロなのかなっていう気分、どっちかがプロかな、うん、はい、っていう感じかなと思うんですけど、そんな感じで合ってますか？そうですね、まあ、我々の前作まで、まあ今回はね、はい、まだ発売前ですけれども、やっぱり MP で続いて、まあ、今回でいけばチーム、うん、まあ、前作です、でその後ってやっぱり多分ツアーですね、うんうん、あの実際の、うん、でそして MPL、まあ、ここが結構並ぶかなと、うん、続いて、まあ、プロかなという、その数ということだけをいけば、ただやっぱりコア層にとってね、そのじゃあまとめ買いをしたりするのはどっちかって言ったら当然上の方に、ね、行きますし、男子プロなんかだとプロだったりね、ツアーなんかをあのやっぱ知らせた瞬間にこれですって決めてくるのもいるし、はい、今回うちでも MPL の予約がありがとうございます入ってきてて、はいはいはい、ただちょっとお店で今取り扱う予定がないんで、あ、ちょっと増やさなきゃいけないのかなって、さっきうちの営業が入れてくださいってなんか懇願してたかもしれない、ね、ちょっと他のシリーズも含めて考えなきゃいけないかなと思ってる、はい、はい、どうぞ行きますか、はい、いや聞いていいですか、はい、はい、あのまずですね、はい、まあ、最初に、まあ、オーセチックだけが入って、はい、本来のコンセプトは変わってませんとおっしゃっていて、うん、はい、それをどこ言うわけじゃないんですけど、まずキャッチコピー変わりましたよね、まあ、そうですね、はい、前回が確か最大のスイートスポットっていう、マシスイートスポットっていうことをしてたり、ただ今回は、うん、ここにね、はい、Feel the Force ってここに書いてあるんです、はいはいはい、でこうカタログに見ても、はい、パワーフォースを感じろっていうことなんですね、はいはいはい、このキーワードっていうのは、はい、なんて言ったらいいですかね、どういうメッセージを込めてなのかなっていう、はい、はい、まあ正直これ本社のね、うん、コピーライトでもあるんですけれども、うん、あのね、今回はそのまあ、マシブスイートスポットだったり、はい、あとはまあ別にキャッチコピーだとドミネートザーゲームみたいな、ね、はいはい、ゲームを支配しろというような、はい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 、やっぱり今の、ね、テニスとして その攻撃的なものだったり、まあ、ズベレフだったりルグレフだったりね、そういったイメージなんだけれども、でマシブスイートスポットっていうのはどちらかというと完全にこのラケット側、うん、まあ、要はこういうスペックに対してじゃあどれだけいわゆる最大限のスイート、まあ、スポットというか、まあ、エリアという方が正しいんでしょうけれども、ね、縦にも横にも開くその形状的なものもそうだし、いわゆるあのフレックスグルーブっていうねいうようなものだったり、いろんな要素によって従来例えばこういうサイズを作れたものがもうちょっとこう拡大をさせますよみたいなね、あのイメージとしてですけれども、そういったものっていうのがテクノロジー側だったんですが、まあ、3代目に入ってやっぱりこのラケットの非常にこう先鋭的なところというか、うん、なるほど、ラケット側が例えばプレステージなんかはプレイヤーのイメージをなんだイメージ通りにボールにも伝えてあげるというのが例えば一つ基準だとします。でじゃあラジカルに至っては逆にそこにもっとプラスを加えてあげる、ラケット側で加えてあげるみたいな、その間に来るっていうことは実際プレイヤーとしては意図するショットがありますよね。でそこに対してやっぱりラケット側が何かをちょっと加えてくれてるんですよ。だけどそれが従来のただのパワーアップだとかボールの食いつき性ではない、もうちょっとそのフィーリング的な要素だったり機動的な要素だったりっていうのをラケット側がそのまあフォースというね、まあ力というか、それがまあボールに伝わる部分もあるし、逆にこっち側にそのラインナップされてるラケットなんで、そのフォースって力ってボールに伝わる力もそうだけれども、ボールから受けるフィーリング的な力っていうのもありますよね。要はプレイヤーが感じる部分もあるんですよ。こういうね飛んでる感覚、受けてる感覚、それを向こう側にもこっち側にも両方感じられる、まあ、本当に今までのラケットのもう一段ね、上を、まあ、先を行きたいなというような期待を込めたコピーだというふうにね、イメージしてもらえればなと。要は前回の最大のスイートスポットっていうのは、うん、まあ、要はラケットが、うん、一言で言うならっていうことだったの、そういうことを増しましょうとしてるだけ、はいはい、で今回はどちらかというとこれで感覚的なものをどう感じるかっていうことを言っている、ね、はい、ということですね、はい、
なるほど。結構その、僕キャッチコピーとか割と大切にして見たりするんですけど、うんうん、ヘッドさんって結構こうあの難しいなと思うことが多いかったんですよ、うん、フォースを感じようっていうのがどうなのかな、うん、要は自分打ったら飛ぶなって思うのが、はい、なんかインスピレーションで来るじゃないですか、はい、フォースを感じろって言われたら、はい、そうじゃないのかなってちょっと思ったりしてる、うん、でもパワーラケットでもないしなってちょっと思ったりしながら、ね、はいはい、今まで日本で感じたことのない、うん、その本当にほのかな部分なのかもしれないし、うん、でも何か加わってるなっていうようなね、うん、ものに合ってくれたらなというようなね、うん、そういうことだという、まあ、自分も半分いろいろ考えながら、うん、どっちに理解をしようかなっていうのはね、うん、あるし、あの、難しいですよ日本語に置き換えるの、うん、めちゃめちゃ、そうですね、これもね前言ったしですけど、ラジカルに言ったんですけど、その作ってる方が同じ形じゃない気がするって言ったじゃないですか、はい、それぞれチームがあってみたいな気がするっていうのが、うん、多分そこもあるんですよ、だから感覚を言っている言葉もあれば、うん、物のことを言っている言葉もあったりするので、それは逆に言うとヘドさんの良さなのかなっていうところもあったりするんですけど、うん、ただもう少し言うとこのラケットのそもそものコンセプト、はい、うん、っていうところを今一度ちょっとと思ってるんですよ、はい、まあ、簡単に言うとですよ、ちょっとなんかショルダーの部分が柔らかく、はいはい、横に長、上に長くみたいなところが、はい、上のね、うん、横糸が長いみたいな、はい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 、その辺をもう一度ちょっとお伝えいただきたいなと思って、そうですね、改めてなるんですが、はいはい、もう本当ラケット自体は非常にこうね、見た目はシンプルな感じですよね、はい、ただやっぱり特徴的なのは正面から見た時のまず上方向を開いて、うんうん、まあそのまあ今のテニスっていう言い方がね本当正しいわけではないんですけれど、ラケットをどんどん回していこうと、スイング自体はコンパクトに、それこそテイクバック背中に持っていかない、今もう全部体の前で完結するなんていうのがね教え方にもなってますけれど、だけどスイングスピードがものすごく速くなってきてる、その中で自動的に回せば回すほどボールを捉える位置っていうのは、ね、今まで従来センターと言われていたところよりも先端方向に上がってくる、であれば横糸が長い部分が真ん中である必要ないよねと、ね、あの要はラケットとして当然糸もね、ストリングスが長いところの方がたわみも深いし飛ばす力も強くなるという、で当然先に行くほど遠心力っていうのはかかってくるんで、あのそこにじゃあパワーをより集結させましょうと、そうするとじゃあ22ミリ圧であっても20ミリ圧であっても従来のその感覚よりは明らかに実際のヒッティングポイントでの飛び方が、今までは上で取ってたらここより飛ばないなっていうのがある意味あって当たり前で打ってたのが、うん、そこが同じ感覚で振って飛んでくれたらっていうのが、うん、まあ、さっきの、ね、マッシブスイートスポットというか、従来の位置に合ってくるわけですからね、そういうところも一つ、うん、で、グラビティってボックスではないんですよね、うん、ここが、うん、じゃあねプレステージのように同じね22ミリであっても 21.5 ミリであってもというような同じような位置であっても、うんうん、あの見た目はちょっとボックスチックな、ね、雰囲気も醸し出してますが、うんうん、内側は結構フラットです、はい、で外側がちょっとこうラウンド系に丸みを帯びているっていう、はい、まずこの断面構造、そしてそこにあのよく言う、ね、フレックスグルーブという、うん、この部分によってやっぱり強い部分と柔軟な部分のコンビネーションっていうものをフレーム自体は実は強いんですよ、に対してこのまあ、先ほどのこれもマシュースイートスポットのね、うん、まあ、なんだろう、それをねあの形にするための方法でもあるんだけれども、ね、上方部っていうのはある意味どんどん遠くもなるから強くなる、それが根っこの方に来るとここが強いとカン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 いってしまうんで、この下の方にちょっと柔軟性を持たせたい、それはフィーリングとしてのね、というようなのをコンビネーションにすることによって感覚的に本当にこう当たったところによる、ね、オーセチックだけではなくて差も少なくなる、実際たわみ、たわみ戻り、そういったところも深くなってくるので、要はもう本当に振った時にいろんなゾーンで当たっても、ね、しっかり加えてくれて、しっかり飛ばしてくれて、ね、しっかり持ち上げてくれてっていうことに、あの要は今までこう打ったらこう言ってたのが、あ、もっと上がってくれたとか、もうちょっと飛んでくれたとか、ただし
それ以上を求めてはいないっていうところにね、すごく収まってくれるラケットなんですね。あの今までこう言葉だけで言ってたんで、ちょっと勝手に掘り下げていいですか。はいはい。そのフレックスグループ、そう、それ今聞きたかったんですよね。あのなかなかね、外しましょう、これ横から見てもらっても、あのね、こっちの方が多分皆さん分かりやすいんですよ。グロメットのこれ横方向に対して、いわゆる時計でいう5時7時の方向ね、に対してこれだけここに厚みが出てくる、でよく言ってるこんなに深く掘ってるんですよ。深いということは、じゃあね、糸とここの距離は短くなるんですけど、こういう角が出てくることによって、っていう、ちょっとお渡ししていいですか。もうちょっと具体的に言いましょうか。ここがあの、まあ、普通グロメット入ってるじゃないですか。そう見ると、まあ、例えば横から見てここツルンとしてるから、あ、なんていうんですかね、彫りがわからないじゃないですか。そうですね。で、はい、実際外してみるとこんなに彫りが深いんだっていう、はい、ぐらい深いです。特にここが深いですね。これが、フレックスグルーブというところですね。はい、はいはい。もうちょっと具体的に分かりやすい、今回秘密兵器を聞きますよ。はい、これグラビティのいわゆる断面図モールドで、はい、これ12時方向だから一番上ですよね、はい、一番上ですね、はいはい、まあ、時計でいう12時のところ、はい、まあ、結構標準的といえば標準的、はいはいはい、まあ、これこの時点でね、ちょっと他と比較、はい、まあ、あのポジション違いますけど、これ一般的にやってる、これスピードの形状です、はい、こちらでちょっと、はい、じゃあ、はい、こっちね、はい、スピードです、まあ、これがグラビティの12時方向です、うん、はいはい、まあ、いわゆるグロメットのね、あの溝とこう、うん、パーツが入ってるこのぐらいというのは、まあ、違和感ない普通な形です、うんうんうん、で、まあ、もう一つそのグラビティの特徴、下がフラットで上が実はこう、うんうん、角度、これがこういう部分ですね。そう、はい、あの こういう状態になって こちらのカメラでいくとこういう風になってます、ね、そういうことですね、はい、はいはいはい、こういうような深さに対して先ほど言っただん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 深くなってきますよというところの、これがほぼ5時方向ですね。だからこの辺ですね、ここまでもう一回比較をしますと、これでもう分かりやすいかな、こういくのかこういくのか、ここの深さですね、ここの深さがもう全然違う。はい、でこれでね、これ、まあ、あの 3D プリンターで作ってるやつらしいんですけれども、要はここの角があるってことは、この方向に対するね、このこれの屈曲性というか柔軟性というか、そこの玉持ち感が浅ければ当然そこって動かないんでしょう、硬いけれど。でこういうので分かりやすいのが、でここの部分でストリングスが引っ張られて、じゃあね、グッと内側に絞り込まれた時とかの動きの幅、はい、ってもいいですか。どうぞどうぞ。いわゆるここがこう動くってことですね。そういうこと。ストリングスが下に引っ張られるので、こういう動き、こういう動きがなるので、このショルダーの部分が、まあ、スプリングとまでは言わないんですけども、うん、グッとなって元に戻る、これがストリングスにもさらにパワーを付加してくれる、はい、あの要は持ってくれる効果にもなるし、でかつもう一つはその、はい、あの単純に内側に引っ張られるんじゃなくて、うん、斜め後ろに引っ張られるわけじゃないですか、ストリングがたわんでいくから、そうですね、これが こういくというよりはこういくということですね、ストリングが。そうそうそう、はいはいはい、だからね、単純に内側に先ほどのこの動きだけではなくて、横方向に引っ張られた時によりそこが他の形よりも深くなってくる、こういう、こう下にこう引っ張る感じですね。だからそんなに普通は斜め方向動かないです、うんうん、真下にはある程度ね、たわむとしても面白いと思います。だこういった構造を、まあね、ちょっと秘密の一部ですけれども、うん、まあ、こういう、まあ、根掘りなんで、うん、今回はちょっとここをお見せした方がいいなと思ってね、はいはいはい、単純にですね、この辺も掘り深くすればいいのにと、確かに嫌がるわけです。いやただですね、ここにあったとしても、はい、影響するのって、まあまあ横糸でしょ、で縦糸ってこうじゃないですか、はいはい、そうするとスイートスポットエリアのちょっと外なのかなっていう気はしちゃうんですよ、ここでね、こうね、はい、皆様が当然思う、ね、疑問をそのままぶつけてもらえるという、はいはい、想定の範囲内でした。先ほどねちょっと言いかけたんですけども、はい、トップ方向、はい、こっちまで柔軟にいってしまうと、うんうん、正直柔らかすぎてしまう、うんうん、これによっていわゆるボールに対する反発力っていうのが落ちてしまうっていうね、そのたわみ方っていうのは必要なんだけれども、うんうん、糸が動くのとフレームがたわむのとまたちょっと違って、で情報部分というのはやっぱり剛性感がないと特に負ける可能性があります。でそこに対してこのラケットは負けちゃいけないんですよ、戦いたいから。
でもじゃあちょっと根っこに当たった時っていう、うん、まあここはね、まあ、どこまでを見る、うんうん、ここやここを想定してるわけではないですよ、うんうんでまあ、多少下にねやっぱり捉えてしまった時とかに、うん、じゃあそこをどれだけ助けてあげられるかって時に単純にカチカチにしてるとここは今度はね強くなりすぎちゃって玉持ちがなくなってしまう下に行けば行くほど、うん、こっちは上はちょっとこう柔軟に後ろしなってくれるから強くてもだけれどこの部分というのは当然しなりというのは小さくなってくるんで、うん、ここがカツンと行くと、まあ、正直飛ばないです、うん、あの飛び方が全然変わっちゃうじゃあそこを、ね、スイングのエネルギーはありますここでちょっとボールを今までよりも持ってくれますっていうので行くと従来よりも1本2本下までの糸の部分はいわゆるフレーム側が今までよりもサポート力をね、うん、わずかかもしれない、うん、でも従来ではない、うん、明らかにフィーリングとその柔軟性、うん、反発力っていうのをね助けてくれるこれがまあコースなのかもしれないけどね、うん、要はスイートスポットのスイート度って僕言うんですけど、はい、ここの 甘さね、はい、優しい感じはもうこれ以上はスイート度を上げませんよと、うんうん、ただそれ以外のちょっとスイートじゃなかったところちょっと甘くするよっていうことですね、だから本当に甘いゾーンは明らかにこう、ね、当然周りぼやけてはくるけれども今までよりは拡大してるし助けてくれなかったところもね、そのいわゆる甘さを出して助けてくれる、うんうんうん、ここまでもっと甘くしちゃうとこの本来のグラビティじゃなくなっちゃうから、ここはそのままに近い方がいい。ただ外した時にっていうことで外したエリアのフレームをこう挙動がこう出るようにしていると、本当にカチカチにしてしまうんではなくて、うん、その柔軟と、うん、強さ硬さの本当に融合みたいなところを、うん、フレーム側で、ねまあ、いわゆる厚さの変化ではなくて、うん、これストレートビームですから、うん、全体的な当然しなり感というのはだから生かすわけですよ、ねでまあ、内側のたわみ感っていうのも先ほどの断面図の構造で、ね、ボックスほどいかないけれども、ねうんあるよとただその中で実は見えないけれども、うんね、ここの部分とここの部分とここ、ね、ここの部分ここの部分ここの部分のそのたわみ方のうまくこうバランスを、ね、優しく広げてあげられることによってというようなのがこのラケットの、ね、大きな見方、ね、すごく分かった気がしていてフレーム形状がエリプティカルビームっておっしゃるんです、はいまあ、いわゆる楕円形なんですよ、はいそうですね、ボックスでもなくラウンドでもなくそのまあ合いの子を取りに行っているということはラウンドよりも変形するはずなんですよだからちょっと、はい、やっぱりちょっと難しめではあるけれあるしスイートスポットっていうのはラウンドなんかよりは変形量が多いからたわみはちょっと甘いんですよ、うん、ただそれ以上甘くしちゃいけないそれ以外のところ甘くして甘いっていうのは甘いよ考えがじゃないですよスイートの方ですよっていうのをこの形状で、実現されてるんだなとすごく思いました本当にまあ、自分もラケットのこう理解をするときねそこってすごくこだわっちゃうところなんですけども、うん、いや面白い本当にやってますよ面白いこといろいろと細かいことを、うんね、さっき言ったこれもねトップ方向と、うん、手元方向でいったらそのやっぱ強さの違いがこういう角にも出るんですよ、うんR の作り方とか、うん、本当にこういうところをパーツパーツというか部分部分によって本当に細分化してるというのがね、うんまあ、ヘッドの特徴得意技ですよね、はい、だからこれ勝手な調べですよ、うんまあ、前にラシカの時に聞かなかったでしょって書き込みあったからあれなんですけど、はい、すごくこのトルク強いんですよね、はいはいはい、私が勝手ながら測ったらヘッドさんの中で、インスティンクトの次かな、うん、だから今あるラインナップなので多分これ結構強いんだと思うんですよ、はい、それは多分こういうことが、はい、影響してるだからこれ潰れはするけれども、はい、こうなるけれども、はい、この抵抗力が強いんじゃないかなっていう、はい、ここが強くて、うん、こっちが入ってくれたらっていうところ、うんうんうん、従来ではなかなかイコールにできなかったところを、ね、少しずつでも進めてるというような、うんうんもう一個いいですか、はい、よくこれはヘドさんだけじゃないですよ、うん、いろんなメーカーおっしゃるのが、はい、最近ちょっとトップ方向で打つ人が多いっていうじゃないですか、はい、でこれね私もまあこの業界長いっていうかいろいろな選手との関わりの中で行った時に、はい、やっぱり選手って、はい、ごめんなさい持ってもらですか、はい、この辺使うんですよ、うんはい、でなんでかって言ったら飛び押さえたいんです要はここじゃなくてちょっとこっち使うこのちょっと外すんですよ、うんはい、ことによる
そのパワーを抑える飛びを抑えるという選手がいたんですね、うんうん、で今多くの皆さんが、うん、じゃあ上の方で打ってますよってよく言うじゃないですか、言います、はい、いやそうかもしれない、はい、でもそれはスイートスポットよりちょっと飛ばないところを探して打ってるんじゃないかな、うん、なのにどのメーカーもだからそっちにスイートスポット広げていけば、うん、また飛んじゃうじゃないですか、うん、そうすると皆さんはストリングスの張り方だったり何かで変化が今起きてるんじゃないかなってちょっと思っちゃったりするんですよ、うんうん、わかります？あえて飛ばないところで打ってたのに、はい、そこが飛ぶようになっちゃったの、そうですね、スイートスポットが変わって、はいはい、でどのメーカーもちょっと皆さんこう上で打つので、はいはい、スイートスポットを広げましたって言うんですけど、はい、そうしちゃうことがお客さんが求めてるものじゃなくなってくるので、うん、テンションを上げたくなったりとか、そうですね、まあ、もしかしたらちょっと私のさっき言った飛ばないところを使ってるっていう時代よりもポリの普及率が高くなってるかもしれない、うん、だからかもしれないですが、その辺ってどう思われます？ごめんなさい。で、まあ、他のメーカーさんがねどういうふうに考えるのかは分からないですが、あの多少これはね持論を加えると、ラケットのスタート時点でのポリがあるっていうのはあると思いますよ、まず、うんうん、ちょっと時代が違うということですね。そう、ストリングスっていうものの性能と、ラケットフレーム側のその、まあ、リンクというかね、うんうん、その部分がで、あ、もう花から開発時点でもうポリをある程度想定して作るっていうのも一つだし、当然これはね、トップ選手は確かにね、その先端方向、うんうん、まあ、もちろんスイングの癖にもよるとは思うけれども、あのそこがちょっと飛ばないからっていう、それがコントローラブルだというようなね、あのただやっぱりこうプレーも変わってきてるのは軌道っていうかね、やっぱりそのアタックするべきのゾーンであったり、そのポジショニングみたいなところを考えていくと、彼らはねそれ飛ばな、やっぱ実はラケット自体は飛びを求めますよね、飛ばないものを求めることはほぼなくて、もうちょっとパワーが欲しいってほぼね選手たちが言うところで、かといってじゃあフレームを厚くするのは嫌だ、あのね、なんだろう、厚くするのは嫌だとかっていうところに対して、でも飛びが欲しいっていうことの、まあ言ってみれば答えの一つかもしれない。だからまあだからね、やっぱりプレステージはまだ存在してるしっていう、このね、このラケットが持っているその新たな軌道だったり、ちゃんと飛ばしたいっていうものに対する、それがそのプレイヤーにとってのオーバーパワーになるかどうかっていうのはね、何とも言えませんけど、ただやっぱりラケットが全体が軽くなってきてるから、これは選手、ね、プロに限らず一般の方たちもジュニアなんか特にめちゃめちゃスイングスピードっていうのは、まあね、何年前と比較するかにはよりますけれど、速くなってきてる中でいくとね、このスペック、この、ね、ビームでこのパワーっていうところのね、考え方なのかなというふうには、ね、だからこう上に広げてっていいのかなってちょっと思ってはいるんです。ただそれこそあのね、あの前職の時の選手で日本の、まあ、トップの彼なんかは、はいはい、よく言ったのはここなんですよってい う, すごく言うんですよ。他社のラケットも含めていろいろ打つじゃないですか、いや三沢さんここなんですよって言うんですよ。それがここじゃ飛ぶようにしちゃっていいのかなっていうのがずっとあったんです、うん、全体飛ぶようにした中でのここよりちょっと飛ばないここを作ることが大事なのかなって思っていただけに、うん、こう今いろんなこうちょっとここを長くするブランドさん多くなってきてるんで、はい、そうですね、うん、果たしてそれってどうなのかなってちょっと思ってたんですよね、うん、まあ、これ絶対正解ないんですよ、そうですね、正解ないんですけど、どういう傾向になっていってるのかなっていう、それこそだからポリだからそうなってきてるのかなってちょっと思ったりするんですけど、うんうん、一つあるでしょう、やっぱりね、ストリングス自体が動くっていうね、以前よりも動くっていうところがあると思うし、まあ、あとはやっぱりこう回転っていうところをフレーム側からもっと生み出せるっていう理論なのかなという、うんうん、やっぱりじゃあこのグラビティに関してだけではないと思いますけど、やっぱりあれですか、例えば小林さんがそのジュニアだったりとか、はい、もうちょっとこの辺使っていきなよっていう話はやっぱりこのラケットではする、うん、というかやっぱりリストワークが大きい子だったりね、うん、そういった子だったらでボールもなんかこうネットの白帯のね、うん、すぐ上ぐらいを飛ばしてる感じの子だったら何もやずに持たせてみて、なるほど、もう少し軌道を上げてあげる、これを使った人にこうしなさいよじゃなくって、うん、スタイルを見た時に、うん、
頭の方使ってんなと思って、うん、でもパワー負けしてたりとか、はい、ボルダー上がってないとかね、上に行けない子には、はい、じゃあちょっとこれ使ってみなよ、うん、じゃあその子はここ使ってるわけですから単純にパワーアップのプラスがあるわけですよね、はい、だから大体まず、うん、飛ぶっていう反応から入ってくれたら、うん、うんっていうね、あとはその飛んでいき方、落ち方っていうところまで見てる、うん、そうするとトップを使わない子はあまり差は感じれないってことですね、うん、かもしれないですね。ただ、まあ、もう一方ではね、うん、本当にストロークだけじゃなくてね、うん、まあね、あの上系統だったりっていうのはまあ必然的に自動的にみんな上になるしとかね、はい、まあ昨年の全日本室内選手権優勝している西脇和樹っていうね、ずっとこれプレステージ中心にね、うん、やってきてたんですけど、グラビティのプロに変えて、いきなり優勝しちゃいましたと。えげつない球を打ってます。であとはまあ世界的にね、系統としてはそっちなのかな、ルグレフなんかね。彼なんかそんな決してスピンプレイヤーじゃないです。で分厚いあたりでぶっ叩いてます。ただであんなに振ってるから本来そんなねラケットガンが飛ばしてくれる必要ないだろうと思うんですけれど。多分彼の中ではすごく一致しているもんなんだと思うんですよ。確かにズベレフ、ルブレフって言われたら、うんって思うな。合ってるなと思いますね。でもちょっと僕感じるのは、このグラビティを使い出す人って、もともとヘッドユーザーが正直多いんですよ。お店での感覚ですよ。選ぶ方って、まあ、今ちょうどお話しあったけど、それは他のヘッドのフランチャイズから。プレステージを使ってました、グラビティに変えていこうとか。スピードを使ってました、うん、グラビティに変えていこうとかっていうのは、まあ、うちの田中もそうなんですけど、うんうん、結局今グラビティに落ち着いてるんですよ、うんうん、っていうのが結構多くて、他社のラケットを使ってました、うんうん、グラビティ行こうっていう方がまだね、正直なところ少ない感じ、あんまり感じてないと思うね、斉藤さんがね、うん、本当なんですよ。どっちかっていうと、他社の使ってたっていう方はスピードに行こうとか、はいはいはい、ラジカルに行こうっていう方はいるんですけど、ここでグラビティっていうところがあんまり少ないんですよ、うんうんうん、そうすると小林さん的に他社のこんなの使ってる人は一回それあれですか、ライバルを聞いてる感じですか、遠回しに聞いてる、なるほど、言い方を変えてるわけですね、はいはいはい、いきなりライバルって言ってやっぱり答えづらいからやらしいな、はいはい、そう、他社のこの手のスペック使って、そうすると一気にこうグラビティもいいんじゃないですかっていうようなのって、はい、なんかありますかね。まあね、ライバルというのはね、まあ、ライバルっていうか、なんかこうダイレクトなターゲットが確かにないシリーズですよね、うん、ただやろうとしてるコンセプト、そのパワーの位置づけのちょっと違いがあったり、強調の仕方の位置づけの違いがあるかもしれないですけれど、実際にプレイヤータイプとして共通してくるとしたら V コアなんかは当たると思いますよね。98とかここら辺を使ってる方が、はい、のね、やっぱりスイング、スピン、まあ、ある程度ハードヒットっていうところもね、含めると重なってくる要素はあるんじゃないかなと。ただズバリではもちろんないです、はい、でそれ以外でいくと、うん、似てるコンセプトがあるのは実はブレードなんですよね、うん、私が思うにはね、うん、ただちょっと違う部分もある、うん、すごくブレードその、ね、断面形状も内側フラットだったりなんていうのは、うん、そういうコンセプト的でパワーをどこで上げようとしてるとかっていうね、うん、ただ先ほど言ったその形状的なものなんかはちょっとやろうとしてることが違うからイコールではないけれど、うん、まあ系統的にはね、ブレードもやっぱりスペック以上に実は飛び感じてたりもする、うん、感じることができるラケットだしとかね、うん、いうようなところは重なってくる部分だとは思ってま す, そうです、ね、ただ、まあ、やっぱりこれはね、ただ そういう系統のラケットがお好きな方の中で、先ほど言ったようにちょっと今までよりも軌道が上げてあげたいとかね、ある意味そのフレームが厚いのは嫌だけれども、フレーム側のパワーがあったらいいなっていう方なんかにとってみると、うん、お試しいただく価値はあるのかなと。まだね、グラビティ自体が若いんで、うん、そういう、なんだろう、他者との比較のいろんな方々のこうデータ量が少ないのかもしれないですけれどね、うん、でも本当にこの、まあ、今はちょっとそのヘッドの中からっていうのは多い気がするんで、うんうんうん、他者からここにっていうのが増えてくれば、うん、まあ、ヘッドユーザーもどんどん増えてくると思うんで、はい、それもっと期待してるか。そうですね、そうなんです、ね、この特にそのチームっていうところなんかは、
まあね、280g ぐらいのところで、うん、厚さも24で100、ね、あの大きさも、ね、100を超えてきますんで、はい、本当にこれはもうエンジョイプレイヤーでもね、うん、全然その柔らかさとか楽しさを感じつつなんていうこともできるラインナップもあるので、うん、もうその辺は、ね、なんかこういうラケットこういう人たちっていう本当実はくくりたくはないんですけれども、うん、本当にいろんなサポートをねラケット側がしてくれるというところ、うん、そういう意味では本当お願いがあるんですけど98出してほしいんですよねほらいや違う100がダメなわけじゃないですよいや98だったら、はい、いやごめんなさいこれ変な映画ですけど結構売れると思いますよ結構いくと思いますよ個人的にはうんまあ普通だったらこのプロのね、うん厚みで行くんかもしれないですけどツアーあたりの22ミリ厚の305ぐらいで98欲しいなって私も思います、はい、いや絶対絶対あってほしいっすって、はい、まあデザインも含めてでもまあそこでねまあブーム305っていうとブームプロが近い重さがあったりエクストリームも近いと思うなっていう、まあまあ、でもちょっとコンセプトがだいぶ違う気がしてて、うん、僕、はい、98があればなおさら、うん、さっきおっしゃったブレードとか、うん V コアとか、はいあとは、うん、T ファイトとか、うんもうちょっと言うと、まあ、最近で言うとダイアデムのエレベートとか、うん、たくさんそのライバルってポン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 出てくると思うんですけど、はい、まああえてだから出さないっていう方法論もあるのかもしれないですけどグラビティの98あったらねえ皆さんねえ皆さん本当、皆さんの声で何とか商品からつなげたいなぐらい、ねまあ、これまた私の声はそこには届かないんですが私もそれこそ18-20の98が欲しい。うーんなるほど。18-20ですね、はいはい。個人的なも好みの問題だけれども、はいはい、あえてそこを16にせずに18のままで98があったら、はい、めちゃめちゃ楽しいだろうな5分間はって思ってる。そうですね。まあいいっすよ最初18-20ですよ。出したら16-10絶対必要になってるんで、はい、まあそれを言っといて、相手は私の好みで、はい、いやこれはもうちょっと強く言いたい。オーストラリアの皆さんにも含めてですね、はい、オーストリアで、あオーストリア、オーストリア、失礼しました。はい、なんとかちょっと98を、はい、はい、次回に。でもこれでオーセチック完結と言っていいんですね。そうですね、シリーズが全て揃いましたね。って思うと多分皆さん気になると思うんですよ。うん、何を？あれ次どう変わってくる？思いません。あ、なるほどね。だって次流れで言ったらプレステージが来るわけですよね。来るだろうな。でいつぐらいの話ですか。僕が言っていいんですか。いいですよ。いつだとしたらだって発売が11月だったじゃん。今年の11月あってもおかしくない。11月あってもおかしくないだろうなって。はいはいはい、おかしくないという話ですよ。はい、何の情報もない中。僕ないです。全然。どう変わるかを教えていただければ。はい本当これ何にも打ち合わせしませんからね皆さん。はい、そこへのなんかね、はい、あれだったらいやらしいですか誘導だったら。うんまあね、当然これまでの進化に合わせてね、うん、また何か新たなステップをね、うんフレームテクノロジーとして出てくるんであろうとは思うんですが、うん、まあ、こうご期待ということで、うん、でもまず第一に心配するのプレステージなくなっちゃうのっていう心配を僕お客様から受けるんですよ。あなるほどね、なるほどね、なくなりはしないです。なくなりはしないです。大丈夫ですね。なくなりはしないです。でもヘッドさんあれですね、フランチャイズ多いから大変ですよね、うん、全部こうリニューアルコンプリートするのに2年以上かかるっていう、うん、そうモデルが多いっていうのがあるんですけどね、はい、まあ、それだけたくさんの方へのこう細分化されてるんだと思います、うん、はい、っていうことで。でも本当ね、海外選手で言えば、うん、マルブレフとズベレフが使ってて、はい、国内は、はい、そして西脇君使ってて、はい、川上リーペイ選手も使ってますね、はい、はい、結構男子もあと女子が誰か出てきてくれると、うん、だから本来ね、アシュリー・バーティーがいればね、世界ナンバーワンだったかもしれない。世界ナンバーワンでね引退した時はまさにこれで戦ってますんでね。はい。ていうのはちょっとそうかなり時間がですね、はい、はい、最後のあれをいきたいと思いますんで、はい、最後20秒でじゃあ今まあ、はい、私が言いたいぐらいのちょっと熱い思いが出てきましたけど、このグラビティ間もなく発売ということで、はい、こちらのカメラに向かいまして最後20秒で最後のセールスをお願いします。はいはい、新デザイン、コンセプトはそのままですけれども、あなたに新しい力を確実に、ね、伝えてくれるそんなグラビティです、4月13日発売になります。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、かなりちょっと残して我々のことを考えていただいて、はい、撤収しなきゃいけない、はい、と、はいはい、いうことで、発売が、ちょっと なっちゃいましたね、はいはい、13日、はい、13日です、ねはい、もう間もなくなので、はい、もう予約も、はい、ご予約を、はい、横浜店来れば大丈夫です。ゲームズも、はいはい、見れあります、はいはいはい、ということで皆さんもぜひぜひご予約をいただければ、はいはいはい、まあ、本当店頭で見てください、はい、
ということで今日は、ヘッドグラビティのねほりはほりでございました、はい、どうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました、はい、結構、はい、すいません、全然時間ないでございます、はいはい